忙しかろうな。まあラブフェスはなんか音楽って感じで、出島博は、まあ、食っていうイメージだね。で、港祭りはなんか長崎の昔からある祭りって感じ。このサザンオールスターズのコピーバンドみたいな人たち毎回出るよね。水辺の森の公園の近くのさ、あのマンションに住んどる人ってさ、家から花火見えるけんよかよね。近くまで。花火見終わった、帰り込むな。チャンネル登録お願いします。